はい、おじさんのあるあるいきましょう。こちらテストで下野さんが違うこと言いがち。すごい。いや、あるあるって聞いたから。いやいやいや、うん、いや本当にあるけど、あるある、ね、それを指摘できるのすごいね、ここで。いやいや、これカジ君説明してください。はいはい、ある僕これ昼の部しか出ないはずだったから。あ、天を仰いでる。仰いじゃってますね。あれが経典だ、本当に。そう、あれ、あ、これ採用されなかったなと思ったら、まさか夜の部に取っておかれたっていうね。はい、そういうことね。困れたね、これ。いや、そう、いや、うん、具体的に何がとかっていうのはもう覚えてられないほどなんですけど。そんなに違うこと言うの？はい、はい、違うこと言います。自覚もあるよね。テストで違うこと言って、あ、違ったなと思って本番でやり直すっていうね。いや、でも、テストでちょっと、まあ、どちらかるんです、あの彼、そういうこと。要するにリハと本番でその言うたら使い分けるとかではなく、じゃなくじゃなくです。あのちゃんと普通に読もうと思ってどちらかってるんです。でも本番にちゃんとなんか修正して決めてくるから、すごいなってみんな話してたんですよ。だってテストでどちらかった後必ずちょっとしょんぼりして帰ってくる。またやっちゃったみたいな。あれひでえよな、ほんと。口悪っ。先輩たちひでえよな。スズキありえない間違い方するんですよ。そうなの。いや、まあまあ、そうこれはね、あのフォローできないし、俺も困るもん。あったあった、やってますから。最強チーム。そこはしないの。あとね、これよくあるんですけど、ね、このマイク前でその違うことを言って戻っていくときに、うん、おかしいなって言いながら。いや、そうそうそう、絶対言うから。結構まだみんな横でセリフ言ってんのに、ね、そうって言うから。あれじゃねえよ。あれじゃねえ。いや、じゃあテストだから良かれと思ってね。良かれと、良かれとって良かれじゃねえよ。良かれと思って、良かれと思ってっていうか、まあまあちょっと自分の中に入っちゃってね、ちょっとポロッと、俺は言ってるつもりじゃないんだけど出ちゃってるのかな。そうね。うん。やめてました。反省が早かったから。だから結論、おじいちゃんだと思っていただければ。いや、だから、つまりはね、その本番でちゃんと決めてくるところがやっぱプロだなっていうね、そこがね、先輩だなって思う。そこに関しては昼の部終わった後に、キスずしてたけど、みんなで褒めたもんね。あ、褒めたね。すごかったね、下野さんって。セリフ3行以上あったのに、ね、噛まずにちゃんと言えてたよね、偉かったねって。すごいね、すごい。こいつが一番悪いですよ。はい、悪いですな。はい、はい、下野ストップ。下野ストップ。下野ストップ入ったんで、この辺にしましょう。はい、本人じゃない人から。はい、下野ストップって何、下ネタストップ。ちゃんと劇場版もちゃんと修正されてるからね。みんな大好きなんですよ、だからね。もう、ツッコミが強すぎる、みんな。おかしいな。